はい、皆さんこんにちは。今日のお客様は、作家ジャーナリストの西部健二と申します。よろしくお願いします。はい、西部さんよろしくお願いします。お願いします。エクスノリジという出版社で編集者をしております森哲也と申します。今回の書籍の編集を担当しました。よろしくお願いします。今回のこの犬の生活という本はですね、はい。戦術本のようで戦術本でなくて、実は結構限定会議っぽいなっていうのは僕の印象です。まあ、戦術本ではないですね。日記ですよね。言っちゃえば、うん。で、そうなんですよ。日記なんですよ、これ。はい。日記は日記でも、これね、なんかこう、これ何に似てるかなってずっと考えたときに、うん。長井家風の団長邸日記上に近いなと思ったんです。どひゃー。あれ読むと結構戦時中の間にも、まあ、当たり前なんですけどね、ちゃんと日常ってものがあって、うん、なんかすごくくだらないことになんかこのかまげている長井家風のね日常がねかえってこうすごく愛おしく感じられたりするみたいな、うん、つまりこの本はそのサッカーとあとやっぱり隠れたテーマしてやっぱりコロナだと思うんですよ。2020、まあ、隠れてないよね。隠れてないけどだって毎日コロナなんだもん。そうだから、コロナ禍の2020年っていうものを、サッカージャーナリストがどう過ごしたかっていう、はい、これ記録なんですよ、歴史的な。最初はね、はい、僕が想起したのは、フィーバーピッチですね。僕のプレミアライフって日本では、ね、そう、はい、なってますけどね。はい。アーセナルファンなんですよ。はい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 。で、アーセナルがすごい弱い時に、うん。ベンゲルが来る前の。そうですね、はいはいはい、はい。チームを子供の頃からずっとファン。だったっていう人の、うん、まあ、日記じゃないんだけど、まあ、何年にもわたる出来事をこうチームと重ねながら書いてる、うんうん、まあ、日本でも結構ヒットしたんで、でも犬の生活っていう連載も試合のねマッチレポートを中心としたものもありますから、うん、だからまあそれをやりながらその時の流れを書いていけば、まあ、あといろんな裏話とかも出てくるだろうと、うん、選手の声も拾えるだろうし監督の表情も見えるだろうと思ってたんだけど、うん、兄働いんじゃん全く取材もできねえみたいな。そうでしたから、うん、企画通した時のタイトルはですね、思い出しました、僕の J2 ライフっていう仮題でした。へえそっちパクリじゃん、それ。え歩きパクリですね。パクってる感がちょっと出ちゃってるよね。そう、借り代ですか借り代です。はい。だから、2020年を、まあ、やっていくのが、記録も確かだし、うん、その中で、また過去の話なんかも、蒸し返しつつやればいいかなとは思ったんですが、あんなに止まるとは思ってなかったんで。いや、だって、第一節があって、でその後ずっと試合がないじゃないですか。で、96ページでやっと第二節ですよ。そうですよ。ネットフリックスの映画表ですよ。そう。このね、なんかこの構成がまずむちゃくちゃこの行き渡りばったり感が斬新で、うん、狙ってできるもんじゃないですよね。狙ってないです。で毎月ある程度の分量ずつないと困るだろうと思ったんで、試合がなくても何か書かなきゃみたいな感じでしたね。最初からこのちゃんと日記を西部さんがつけて、で、うん、それに基づいて書いたものなんですか？ぶっちゃけ言いましょうか、うん、これ書いたの1ヶ月ですそうなんだ、うん、ただこんなこともあろうかと思ってたわけじゃないけど、うん、2020年は日記をちゃんとつけてたの。あ、その年、去年だけ。そうね、去年だけだったね。うん、で、まあ、試合の方はさ、マッチレポートで、犬の生活で書いてるんで、そうですね。まあ、それがあれば、振り返ることはできるんで、うん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 、で、実際その時の生活とか、世間の様子がどうだったかっていうのは、日記を見ないと分かんなかったですね。なるほど。で、日記見ながら思い出して、あ、こんなだったなっていう感じで、当時の、感覚に戻して日記っぽく書いたっていうのが、まあ、ぶっちゃけるとそういうこと。じゃあ、今も日記はもう書いてないんですね。今書いてます。あ、書いてます？うん。あ、じゃあ、第2作
ップをこう一応記念しな、来年あるかもしれないと思って森さん、そうですって。どうなんですか。だから、本当最初に売れてくれないと2作目が出せないんで、何としても売りたいなと思ってます。なるほど。逆にじゃあ森さんに聞きますけど、送られてきた原稿でこれってどうなんですかみたいなのってあんまなかったんですか。今回はそんななかったです。まあ、ある時ありますよ。こうしたらどうですかとか、こう、もっとこういうの書いてほしいとかっていうと、まあ、西部さんの場合はあんまりないですかね。ないんですけど。もう、基本的にすごい完成されたものが出てくるんで、西部さんが。僕ね、あんまり言われたことないんですよ。どなたにも。編集者からすごくディレクションが入るってことが、今まで一度もないと思う、多分。それいいのか悪いのかよくわかんなくて、要はダメ出しがなかったってことですね、今まで。多分ないと思うな。編集者が仕事してないんじゃないかってずっと疑ってました。これ多分ね、20年後ぐらいしたら、すごく貴重な資料になると思うんですよ。で、シーズン、てかジェフの戦いそのものは、まあ J2 だし、もうなんか最低でも最高でもない1年だったっていうね。これ尽きると思うんですけど、はい、でも、この年コロナがありましたっていうに、その、なんてでしょうね、その、当時の新聞を全部チェックするよりも、これ一冊読むと、当時の J リーグの雰囲気っていうものは、コロナ禍における J リーグの雰囲気っていうものを、すごくね、端的にコンパクトに、なんかこう伝える資料に僕はなるんじゃないかなっていうぐらい思ってます。普通日記って言っても自分がどこへ行ったとか何を見たとかっていう話になるじゃないですか。景色が綺麗だったとかさ、こんな人に会ったとか、そういうの一切ないんだもん。だそういう意味ではすごいこう、獄中日記みたいな感じだよね。まあ、日記にもあったけど、俺途中コロナ疑いもあったんですよ。あ、はいはい、ありました、ありました。はい。だから、なんか、墓参りに行ったりとかしたけど、その程度。あ、基本的にも関東から全然出なかった。いや、という関東どころか家から出てないよね。はぁ、あ。みんなさ、そんなもんじゃないの？そうでもないのかな？いや、僕結構あちこち GoTo 使って行ってましたよ。ああ、俺も一回使ったな、GoTo。うん。GoTo 使ってどこ行ったんだろう。山中湖だ。山中湖冬の山中湖。思ったんですけど、フリーランスでやってる人って、まあ、すごい活発な人もいるけど、俺なんか基本引きこもりなんですよ。あ、そうですか。あんまりあっち行ったりこっち行ったり、まあ試合でがあれば行ったりとかはするけど、年がら年中旅してますみたいな感じじゃないし、旅したとしたってそんなにあちこち行くわけじゃないっていうか、ホテル入ったら基本的に宿にいるわけじゃん。そうですね。飯食い行ったりはするけど、散策したりはするけど、なんつうんだろう、こういうコロナになって引きこもりを余儀なくされた時に、あんまりペースが変わらんなっていうのは。いや、外に出て取材する人は一方でいるわけで、ずっと一つの、なんちこう、自宅その周辺で、このジェフを中心とする、この J リーグをね、こう、きちんとその、俯瞰できたのを、ちゃんと一つの本にまとめて、で、本にまとまるっていうのは僕すごく重要で、これネットでずっと書いてるだけでも、いつか散逸してしまうわけですよ。そういう意味では本当に、西部さんもそうだし、森さんもなんか本当、いい仕事をしていただいてありがとうって、ありがとうございましたって僕は、出版に関わる、隅っこので関わる人間としてやっぱ思いますね。だから2020年という特殊な年にこの本が出たのは、本当に偶然ですから、別にコロナに合わせて作ったわけじゃないからさ。だから偶然にできた本をどういう人に届けたいですか？著者としては。まあ、もちろん、ジェフの、ファンの方、サポーターの方、それから、まあ、試合に関しては分かんないところはあると思うけど、まあ、J リーグの他のファンの人も、まあ、クラブを応援しながらサッカーを見るという意味では、共感できるものがあるんじゃないかなとは、そういうふうには思いますね。というか、共感というかね、みんな同じような悩みというか、もやもやは皆さんお持ちだと思うんで、まあ、読んでいただければ分かると思うんですけど、諦めが肝心。
待しすぎてはいけない。あなんかそれはこう一つのクラブを愛するなんか基本ですかね、やっぱり。基本ですね。うん、期待しすぎ、期待してもいいんですよ。期待しすぎちゃうと自分が辛くなるから。その人その人の関わり方があるから、うん、でもまあ大体こういう感じがあるよねっていうのは共感としてはあるんじゃないですかね。その感覚ってもううんと戻りますけど、まさに僕のプレミアライフですね、はい、そうなると。ああそうかもしれないですね、うん、あれ読んだ時にすごく印象的だったのは、子供の時に、アーセナルの試合だったかどうだか分かんないけど、著者が試合で会場入るんですよ。したら日常生活では絶対に言っちゃいけないって言われてる言葉が飛び交っていたと、うん、それがすごくこう心地よかったっていうことなんですね、うん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 、で子供だから背ちっちゃくて試合ほとんど 見れてないんだって。だけどその空間が面白かったっていう認識で F1 になってったっていうくだりがあったんですよね。もう J1 自体を知らないジェフ・サポの家族の子供たちにこの本を感じでどうでしょうか。はい、西部さん、じゃあ、前半は、終了、終わりたいと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。